ゲートイン完了ですスタートしました内から2番ジャスティスウィンコーダッシュやや追っつけて前に行きます外からは7枠7番のマイネルアルザン内から1番白山ライズ1番外から10番サクラセレッソ行きました結局2番のジャスティスウィンと10番のサクラセレッソこの2頭並んで逃げていく形 控えて7番マイネル・アルザン内1番の白山ライズこれが3番手4番手です1コーナー飛ばしていった前の2頭2番ジャスティス・ウィン単独先手になりましたリード1馬身しかしまた並んでいった10番サクラセレッソですあとは大きく切れまして7番のマイネル・アルザン3番手1馬身差で1番白山ライズ外並んでいく9番のダートアンダーです 23馬審査、外から5番のユートエブロス内々4番、グランクラージュこのグループに外からじわっと8番のマイネガナドールを仕上げて連れて6番のイカズチバンブーあとは下がりまして3番の北のギャロップこれがしんがりからの競馬残り600を今2頭飛ばして通過していきました。 2番のジャスティス・ウィンと10番のサクラ・セレッソ相変わらずこの2頭が先頭2番手後続は5馬身から6馬身ぐらい後ろ懸命に動き始めた7番のマイネル・アルザンが今単独の3番手400を切りました並んできた9番のダートアンダーさあ前4頭一気に固まった一気に固まりました10番のサクラ・セレッソわずかに先頭ですが2番ジャスティス・ウィンの方はちょっと後退した代わって外から7番のマイネル・アルザン直線に向きました内から一気に4番グランクラージュも来ている先頭は7番のマイネル・アルザン内から4番 グラランクラージュ外から19番のダートワンダーさらに外から3番、北のギャロップ追い込んできた先頭、7番のマイネル・アルザンマイネルアルアザン1着でゴールイン勝ったのは7番のマイネル・アルザン2着、3番、北のギャロップあとは内から4番、グランクラージュその後ろに9番、ダートワンダー結局、総替えになりました。